はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のなーにくんのコーナーでマヤお姉さんが登場してくれましたね。今回はエビフライでしたね。今回マヤお姉さん久しぶりの新作でしたが、最後のうちはエビフライの衣だけが大盛りでサービスということでしたね。なかなか面白かったんじゃないでしょうか。はい、今日はお母さんと一緒のなーにくんのコーナーでエビフライについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。